皆さんこんにちは、店長まさしちゃんです。ご心配をおかけして大変申し訳ございません。またですね、コメントをたくさんいただきまして誠にありがとうございます。とりあえずですね、爪がね割れてしまいましたんで、ばっくりね、はい。ということでちょっとですね、で昨日病院を行って絆創膏1枚ねってくれたんですけど、しかも曲がってんの、ね、まあ絆創膏で十分でしょみたいな感じでね、でまあ1日に 2,3 回洗って、消毒してね、で貼ってくれればみたいな感じだったんですけど、でこれ抗生剤入り の塗り薬っていうかね、でそれは処方されたんですけど、他のものは特に処方されることもなくね、でやっぱほら血が出るんでね、やっぱりなんかねあれだからっていうことでね、でまあうちのとねちょっともう一軒行ってみるかということになりましてね、今日朝ちょっと行ってきたんですよ。でまあ口コミじゃないですけど、お医者さんでね口コミ低いんですよ、みんな病院って。総合病院とかね特に低いですよ、大体2点台。そう、まあ、5っていう方もいるんですけど1がやっぱ多いんだよね。おそらくね、これ、あれだと思うんですけど、みんなこう、痛い思いして、ね、こうちょっと辛いとか、苦しいとか、ね、もうそれで大体病院行くじゃないですか。ね。そういう状態で行くとね、普通の応対でもうなんか冷たく感じるみたいなね。だからそういう、あれもあるのかもしれないね。あるのかもしれないですね。やっぱほら、ちょうど自分がね、こう、ちょっとこう、時だとね。やっぱりそれはほら、受け止め方だからなんでね。どう思うか、ほら、自分がどう受け止めるかってことで決まるわけですから、ね、それをほら、まあ、いろんなあれがあると思いますよ。ね、やっぱり、あんまり事務的だと、なんか冷たいなとかね、なんだ、ちゃんと見ないなとか、いろんなあれになってしまう可能性はないとは言えないんですけどね、まあ、もちろんほら、仕事、ね、もう次から次へとそう、あれありますから、まあ、そうなってしまうのもね、わからないでもないと。まあ、たらい回しじゃないけど、ね、ちょっとうちできないんで、今ちょっとね、嫌ですね、つって、みたいなね、あれだと、なんかバイク屋も近いものを感じるな、なんて、いろいろね、思ったんですけどね。はい。で、ちょっと今日ご予約っていうかね、ホイール交換とか、ちょっと、あと、バイク引き取りもあったんですけど、ちょっとそうなんですよね。結構前から、約束実はしてたんですけど、引き上げて、ちょっと、じゃあ、って、車検。あれ、どんな、なんですかね、脚外したって言ったかな。途中まで、で今、エンジンちょっとかけられない状態なんでっていう話だよね。自走はできないみたいなあれだったので、引き取りに行きますみたいな話だったんですけど、ちょっとそれは、昨日の段階でね、ちょっと、延期させていただきまして、はい。で、今日、そう、オイル交換とかね、何名かお約束をしていたのですが、お電話いただきましてね、大丈夫ですかって、やめた方がいいですかねって、ね、あれしていただいて、本当に、誠に申し訳ないんですけど、はい、またちょっと、延期、もしくは、他で今回交換します。ね、はい。ちょっとね、あれなんですけど、はい。で、まあちょっと一部ね、仕事を、やらせていただいたものもあるんですけど、はい。で、これ、ちょっと今、お風呂、まあ、シャワー浴びてね、でこれちょっときれい、新しいのにしてるんですけど、これうちでやったらあんまうまくないですね。お医者さんがやってくれた方がうまかったですが、今日行ったところね。はい、で、まあ一応説明を、いろいろね、説明をしていただきましてね、で、結局、中が切れてると、ほら、縫うわけにいかない、ね、さすがにね。そうすると、爪そのまま、で、まあ、最悪ひどい状態の場合は爪を取っちゃって、で、縫うっていうこともね、あるらしいんですけど、でもそれだとちょっと厳しい、なかなかね、あと大変、爪がない状態っていうのはね。で、爪の下って別に皮膚があるわけじゃない。いや、爪がその代わりをしているような、保護をね、してるということらしいので、そうなってしまうと、やっぱりちょっと、まあ、それは大変ですよねっていうことでね。で、まあ、骨が折れてないっていうことが前提ですけどってね、まあ、骨が折れてないんであればね、まあ、傷、
まあ、塞がって、で爪をそのまま残してね、で伸ばしていくと。ね、少しずつ。だから3ヶ月ぐらいかかるんじゃないですか、それそこまで全部、ちゃんと変わるまで、行くまではっていう、と話なんですけど、まあ、途中爪が剥がれたりすることもありますけど、剥がれてもそのまま持ってきてくださいと、そしたらくっつけますからっていう、まあ、固定してねっていうことだと思うんですけど、で、まあ、どちらかというとその傷口云々っていうよりも爪がねこうやっぱりこう少し変形したりなんだりしてくるから、で結局服着たりなんだりとか、あとなんか引っ掛けた時にね爪が引っ掛かってどうのこうの、それが一番怖いですかねって、まあ、痛い思いにしちゃうってことですよね。だからまあちょっと巻いてね、保護しておいて、多少こう当たったりしても大丈夫なようにっていうね、ことでね、そんな感じで、まあいろいろちょっとね、あ、やっぱこういうまあだからやっぱりね、こういうところが多分そういう口コミの点数に入るんじゃないかとかで、町のね、そういうクリニックとかの方がやっぱりあれなんじゃないですか、どちらかというとね、総合病院よりね、点数って変ですけど、まあ、そういうのもねあれなんですけど、あるのかもしれないですけどね、まあそれはちょっとね、でもまあバイク屋もね、やっぱりね、やっぱ本当に困ってる人がね行った時に、いやちょっとねうちは今できないですねなんていうのもね、特に緊急を要するようなのがね、またそういうのでね、あ、いやお子供こうね、こ今あこんな状態大変ですねつね、それでいろいろやるとやっぱり喜ばれると思いますけどね、助かりましたつってね、そういうのあると思うんですけど、あんまりねこう事務的っていうかね、ルールじゃないけど変なルール、自分のルールにのっとって、いや今もう時間前なんでできませんとかやらない方がねあれなのっていうのはあると思いますけどね、まあいろいろなことを考えさせられるわけでございます。でね、今日朝、昨日まあ巻いて、で朝血が出てなかったんでね、あれだなと思って、ただまあそうやって行って、でまあガーゼねしてね、でこう、でさっき剥がしたらやっぱり血がついてますから、やっぱりまあなんか出血するみたいですね、出血はするみたいで、やっぱりね、あとしびれてる、やっぱり潰してるから挟まってるからね、まあ少なくともこうバッて一回こう出血あれだ、やっぱしびれてる、まだやっぱり先端が、こっちもね挟んでるんですけど、こっちはでも、まあ痛い、触ると押すと痛いけど、まあそんなにあれじゃないですね、よかったですね、こっちはね。で結構ね、今日なんかこういろいろね、いろいろじゃないんですけど、ちょっとやっぱりほら何もしないわけにもいかないと思って、こうちょっとで結構できるんで、あ、いけるかなっていう感じが、最近じゃ、今日はね、しました。はい。で、手袋、やっぱり最初にちょっと手汚れ、ね、黒くなっちゃうのあれなんで、ね、メカニックグローみたいな、ニトリルタイプのね、あれして、で、こっちだけしょうがないから、こう切って、ここでは出して、はい。まあ、ここだから、あとビニールかなんかね、かけてやれば、汚れもね、あれなんですけど、あと、タイヤ、どうぞ、タイヤとかね、どうかなって。交換とかどうかなと思うんですけど、はい、まあできればね、それもちょっと、そうですね、大型バイクのタイヤはちょっと、そうですね、師匠のとこ持ってってやってもらえますかね、外すとこまではね、うちでやって、まあどっちにしてもブレーキもやんなきゃいけないですし、ちょっとね、いろいろね、お、なんか今ドクドクしてきた、ドクドクしてきた。そうで、それ今日はね、まあ、薬じゃないですけど、まあ、じゃあ抗生剤でも出しましょうか、もしねあれだったら、まあ、予防、今はあれだから別に産んでたりするわけじゃないんで、まあ、予防的なあれでね、もしあれだったら飲んでもらえればっていうことで、はい、大体ね、まあ、何かしらね、いつのこと痛み止めとか、いや痛み止め欲しいですね、いやあれもくださいこれもくださいって言っとけばですか、調子こくな、ふざけんなよということでね、明日も実はお約束ありましてね、だからまあ、ちょっとね、やらせていただく感じになりますかね。はい、あとね、今日ね、そう、買い取りの車両と、あと、納車ですね、ご納車、この間ご購入ね、
ご契約いただいたあのスクーターがあって、それをご納車ね、もう新しいんで、で距離も走ってないので、まあ簡単な整備しかなかったんで、すぐパッとやってね、うん、終わらしといたんでよかったですね。でナンバー持ってこられたんで、つけて自賠責入ってね、はい、そのまでお渡しできたので、はい、それは良かったかなと。あと、まあ買い取り先週ね、調味になってちょっと一応確認あれして、やっぱこれぐらいですかねっていうことでね、でいろんな部品がついてるから、じゃそれ外して、ね、持ってくるっていうことでね、うん、で持ってこられたんですよ、ね、大型バイクなので、まあうちで以前ね販売させていただいたら、もうでも3年ぐらい前なんですか、2、3年前ですよね。それが経つんですかね、もうね。あ、そう、向こうですからね。でも向こうでもまだ去年だって向こうだからな。あ、でも最初の動画で、動画のところにちょろっと出てきてた車両で、もう、だったから、3年ぐらいも経つんですかね。なのでね、ただ、重いバイクなんで、どうかなと思ったんですけど、ことのほかね、もしある、できん、まあ、ぶつけるとさすがにしびれるでしょうけどね、いろんな意味でしびれますよね、ということでですね、今日は動画は撮ってないあ、一応ねこのあれはあれなんですけど、ちょっとね他のはあれなんで、まあ溜まってる動画があるんで、それをね少しずつアップさせていただければ。明日もどうですかね、ちょっとね動画は新規にはなかなかあれかもしれないですけど、な感じで、ご心配いただいて、皆様、本当にありがとうございます。コメントもね、すごく、やだいただいてね、ありがたい、本当にありがたいですね。そうやってね、嬉しいですよね。やっぱりね、気にかけていただけるっていうのはね。もちろん、ほら、コメント入れてなくてもね、そう、いろいろね、気にかけていただいてる方もね、いらっしゃると思いますんで。不注意、これは良くない、ね、ちゃんといろいろ、そう、回転部とかには絶対に、指や手、ね、手とか、そう、いろんなもの入れちゃいけないっていうね、ことですよね。でね、友人のバイク屋さん、ちょっとね、タイヤの、そう、スクータータイヤちょっとあって、やってくれるって言ったら、俺も怪我してるからダメだよ。俺右手ちょっと怪我しちゃってさ、腫れ上がってんだよね。気をつけなきゃダメだね。うん、お互いだね。お互い気をつけようね。向こうもまあ大体一人でやってるからね。まあ曜日によってはね、バイトでね来てる方いらっしゃいますけど、だからね、自分一人だと本当にね倒れちゃダメ、大変になっちゃいますから。でほら結局。ね、自分も困るし、まあ、家族も困るっていうのもあるだろうし、あとやっぱお客さんも困りますよね。ね、できないのってことになっちゃうからね、うん、だからもうくれぐれもやっぱり注意して、ね、まあ見方によってはね、事故が起きてない方が不思議っていう見方もない気もないですけど、ヒヤッとすることはね結構ありますからね、やっぱりそういう時にねちゃんと。まあ、マニュアルじゃないですけどね、こういうことはしないとかね、こう絶対こうやるとかね、うん、そういうのをやっぱちゃんとしとかなきゃいけないですね、自分でね、うん、会社だったらね、やっぱそういうのもあって、絶対そうする、こうする、ああする、ね、しない、これはしないとかね、あると思うんですけど、はい、まあ、そんなところですね、はい、こんな感じでやらせていただきます。はい、ですので、ちょっとね、お待ちいただいてる皆様には申し訳ないですけど、もうしばらく、ちょっと、このお社とかね、お待ちいただければと思います。はい、で書類の方も、GSX1250FA、書類の方はもう来ました。でナンバーはもう来たんで、ちょっと取り付けをね、ナンバーはちょっと取り付けました。はい、車両の方はちょっと、プラグの交換、エアクリーナーエレメントの交換は終わってます。はい、どっちも、あとバッテリーもやっぱり外したらね、年数書いてあると古い。4年前のバッテリーだからさすがにちょっとそれはまずいですから、それも新品にね、変えるという。もうそれはバッテリーもう来てるんで、それをちょっと充電してますね。まあ、充電ももう終わっちゃってるんですけどね。はい、あと取り付けるわけですね。あとはだからその足回り的なもの、油脂類とね、足回り的なものをちょっと、ね、やらせていただくんですけど、もうしばらくちょっとお待ちいただく。申し訳ないですけどね。はい。
その他、ちょっと AG120、200ですか、AG200 もね、来る予定なんですけど、納車整備はちょろっと待ちな感じですかね。はい。申し訳ないんですけどね。そう、タイヤ交換とかね、あと、スプロケットですかね、うん。そういったものがありますし、あと、やっぱり、ちょっとね、納車整備でいろいろ、外したり開けたりしなきゃいけないところがあるかなと思いますのでね。はい、それもちょっと申し上げます。ということで、店長のチャンネル、ご視聴ありがとうございました。それではまた、よろしくお願いします。失礼します。